はい、こんにちは、山よと申します。さあ、君も YouTuber になろう。YouTuber になろうか。ね、やってますけどね。さあ、今回はね、いろんなね、動画投稿の種類をね、まず分類別にね、ちょっと見ていこうと思います。それによってね、自分がどういう動画をね、投稿したいのか、によってね、その、方法、手段が変わってきますんで、大きくちょっと分類したのを6分類だったかにね、分けてみましたので、それぞれを解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、それぞれの個別の、実際にね、撮ってみてやってみるっていうのは、それぞれのジャンルごとに、やってみますんで、実践しながらね、私なりのね、やり方をちょっとやっていくと思いますんで、良いと、どんどん見ててもらったらいいかなと思います。つまり、結論から申し上げますと、今回のこのシリーズ、言っときますけど、相当な回数に分けますからね。これでだいぶ日数つなぎますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、と言いながらもね、ある程度担当直入にね、まとめた方がいいだろうということで、図にしてみました。まあね、これ最初のね、回でもちらりと、お見せさせていただきましたけど、こんな感じでちょっと図解にしました。どういうような流れでね、YouTube の動画ができるのかっていうと、大きく分けると3つの流れがありますよ、ってことでちょっと私、フェードアウトしますけどね。よっこいしょ。ここだったらでもいいんじゃないかな。失礼いたします。でですね、こんな感じでございますね。いろいろと出てますけどね。よっこいしょと。まずね、ちょっと右側の方から見ていっていただきますと、カメラとかね、スマホでまずね、データを、取りますよ、というところから始まりますよね。まあ、これがない場合もあります。極端な話。この後、一応そのシリーズも、やりますけど、いわゆる切り抜き動画とかの場合ね、今回はうちのチャンネルの切り抜き動画を作るっていう形で、それの説明をします。その場合には、そのチャンネルを解説した人っていうのは、まあ、実際にはね、私の切り抜き動画をやるわけなんで、私が撮影してアップロードした動画をやってるから、私の場合は自分のやつに、ですから撮影から入ってるわけですけど、厳密に言うと。まあ、実際にね、その切り抜き動画とかやりますよっていう場合には、これがなくてね、もともともう動画でアップロードされてるやつを自分たちでカメラとかで撮るわけではなくね、データを保存して、そこからもう編集作業に入るっていう方法もあるわけですけどね。この場合にも、そうやってして、ダウンロードした MP4 のデータとか、そういったのが出てくるっていう形になります。MP4 っていうのは動画の、ファイルの名前ですね。JPEG ってなってますけど、これが、画像でよく使われるファイル名ですね。はい、よく、ファイル名の後ろにね、ドットがついて、ドットな JPG とかね、ドット MP4 とかなってるファイルを見ると、書いてあることがあると思うんですけど、それですね、のことになります。で、まあ、それに関してはね、知っていなくても、ぶっちゃけできちゃいますんで、今の時代はね、できることはできますんで、一応そういうのがあるんだなっていうのを覚えておいて、そういったファイルを、ですね、まあ、パソコンに取り込んだりとかして、できます。一般的なね、YouTube のイメージだと、動画とかをね、ビデオカメラで撮影しました。それをね、パソコンに、取り込んで、その取り込んだね、パソコンで編集ソフト使って編集して、出来上がった動画を、YouTube にアップロードしますよっていうようなイメージだと思います。これが多分一般的な YouTuber のイメージだと思うんです。が、今はね、それだけじゃないですよと。他のやり方もありますってことですね。例えばスマホから直接アプリから投稿することもできますし、無編集のデータ をそのまま、YouTube のスタジオに持っていくってこともできます。分類として分けるとね、6種類って言ってましたけど、具体的なやつを見ていきます。こんな感じですね。まず1つ目、簡単なやつから言っていきます。スマホで撮影して、直接 YouTube アプリで投稿する。スマートフォンにね、Android だったらデフォルトで入ってますよね、YouTube アプリとかって、それのところでもう投稿をするとできます。で、この場合は、この場合もちょっと大きく2つあって、あらかじめね、自分のカメラのアプリで撮ったやつを、それで入ってアップロードボタンを押すっていうパターンと、そうじゃなくて、もう、YouTube のアプリの、新規投稿っていうボタンを押すと、カメラに撮影するっていうのがあるんで、それを押してから撮影を始めると、その撮影したやつがそのまま YouTube に上がりますよっていうのがあったりするんですけど、まあ、どちらにしろ直接アップロードするパターンですね。で、無編集のショート動画なんかで使われるやつですね、これは。TikTok なんかでも、できないことはないです。ただ、TikTok でやっぱね、よく見かけるやつは編集が一手も加わってますよね。これは TikTok のアプリでできる編集っていうのがあって、同じような機能を YouTube のショートアプリでも入れてます。で、これは YouTube のアプリからショート動画で投稿するっていうのを押すとできます。まあ、そのあたりはショート動画のところでまたやります。
っていうのがあったりします。で、一つ目がこれ、これが一番簡単ですよね。もうスマホ1本で全部できちゃいますから。で、次がこれスマホ1本でできるんですけど、ちょっとアプリを入れたりするパターンですね。で、これは、編集加工とかをします。で、これ TikTok なんか TikTok のところでできるんです。まあ、これが TikTok 伸びた原因でもあるんですけど、そうじゃなくてね、 TikTok だけじゃなくてその編集用のアプリっていうのがあるんですよ。撮ったスマホで撮影したデータをスマホの中でも編集して、動画作品として1本できて、それを、ぜひアップロードに使ってくださいねっていうやり方もあったり、YouTube もショート動画に関しては TikTok みたいにちょっとある程度編集加工ができるような機能がついてますけどね、それなんかもうちょっと今後使ったね動画を、うちらもね実験で作るんで、それの時にちょっとねやってこう紹介していこうかなと思いますけどね、っていうような感じになります。まあね、編集を加えるか加えないかってことですね。まあでもこの一手間で結構倍以上ね、時間がかかってきます、変わってきますからね。っていうことでございます。っていうのが二つ目でしょ。で、三つ目はビデオカメラなどで撮影し、パソコンを使って直接 YouTube スタジオから投稿する。この YouTube スタジオってのは何かというと、YouTube の投稿とかをパソコンでやる場合には、この YouTube スタジオっていうところから投稿するっていう形になります。ここのところでいろんな動画の解析とか、コメントの辺の、編集とかそういうのもできますし、要はサムネイルを書いたりとかね、専用のサムネイルで作ったやつに書いたりね、いわゆる、表に出てるね、看板ですね。最初クリックするときにね、なんか出てる、やつですね。ああいうのをサムネイル画像って言うんですけど、あれなんかを、作ったり、とか、するところ、作ったりっていうか、作ったのをアップロードするところですね。スタジオっていうところがあります。で、普通ね、パソコンを使ってね、ビデオカメラでやる場合っていうのは、編集アプリを使うっていうのが、大半なんですけど、このビデオカメラで撮ったデータ、これもう動画データなんだから、それをアップロード直接したらええやんって。できやんのって言ったら、できないことはないです。できます。で、実際にそれやってるところで有名なところっていうと、スーツ背広チャンネルさん。スーツさんの動画で、セビドチャンネルっていう雑談動画のチャンネルがあるんですけどね。そこのところは完全編集でやってますよね。カメラで撮って、カメラの録画時間とか見ながら、あ、10分超えたからそろそろいいですね、とかって切って、そのまま、もう無編集でそのままポイってあげるっていうね、やり方があります。同じく、これで有名なのが、N 国ですね。NHK をぶっ壊すでね、一躍有名になったの。立花隆さん。立花さんもすごいなと思うのは、無編集ですね。撮って、ポチッと押して、はい、撮って、そのまんまばーっと喋って、それをそのまま、アップロードする形ですね。ですから、一切、編集の切った後とかが一切入ってないですよね、っていうことになります。ちなみに一応 YouTube スタジオで、切ったりとか、モザイクをかけたりできないわけではないんですけど、非常に時間がかかる、のと、難しい、正直細かい設定とか作業するのには正直あんま向いてないっていうやつなんで、最悪できないことはない。こういう感じでアップロードして、あ、やべえの映っとったなっていうのを後からモザイク入れたりとかっていうのは最悪できないことはないんですけど、ほんと10秒の、モザイク入れるのにどんだけ時間かかんねんっていうぐらいその時間がかかったりで、アップロードのそれを再編集とかってすると部分モザイクとかすっごい時間がかかっちゃうんで、ね、ほんとそれだけでね、あれなんで、まあそういったのをするんでしたら、やっぱ編集ソフト使った方がいいなっていうのが現状です。ですけど、まあ直接アップロードすることもできます。これはこれで、うちのチャンネルだと、やってるパターン、あるかな。1番と、2番はスマホでのアプリで編集したことは、ないんで、一応あるか。ほぼ一番なんですけど、YouTube のアプリを使って、テロップを入れたりとかしたことあります。ショーツ動画にね。バッタさんの動画とかに入れてるテロップは、2番の方ですね。になりますかね。というような感じで、編集して、入れたりすることができます。一応 TikTok でちょっと試してみたことがあるか。というのがあるんで、一応2番も撮ったことあるし、1番は、たまにね、ちょっと緊急で動画アップロードするときに、そのレパッと撮ったのをね、入ってアップロードすることがあります。あれの場合があるんで1番もあります。で、3番も初期の頃は結構やってました。これコスパいいじゃん。だって編集の手間が省けるからね、いいやと思って、ね、やってたんですけど、言うてね、やっぱせで、結局10分をね、何もなしでね、無編集でね、喋ろうと思って結構難しい。何かしらボロが
いうのがあるんで、最近は、簡単な、切り込みだけ入れてね、アプローチすることはあってもっていう感じですね。テロップを入れられないっていうのもデメリットの一つになってくるのかなと思います。うちのチャンネルの場合はあまり、テロップを、ね、使わないんですけど、やっぱテロップを使いたいなっていうところの場合は、このあたりがネックになってくるかなと思いますんで。まあでも丹波もやったことありますね、ところです。他のところで行くと、これですね、一般的なこれ、イメージのこれかな、ビデオカメラなどで撮影して、パソコンで編集作業を行って投稿します。うちの動画の場合はほぼほぼ、これになってくるのかなと思います。ビデオカメラなどで撮ったのをそのままアップロードしますよということですね。で、これとは別であるパターンが、5番ですね。使用映像、キャプチャー映像などを作成し、いわゆる、この動画ですね。この動画の場合の私のこの顔が映ってないバージョンとかあるじゃないですか。こういう感じの、要は、キャプチャー画面だけでこういった感じでね、説明をしていく、やつの場合はこっちになりますね。映像を作成して、で、音声データ収録して入れるとか、有名なところだと、このゆっくりの解説動画とか、あとはあの VTuber も一応こっちになってくるのかな。いわゆる画像は別で撮ってってことですね。いや、音声と画像が一体化してない。一体化させるんですよね。別々で撮ってあるデータを、一体化させるような感じ。っていうので、VTuber がこれの間ぐらいになってきそうな感じもしますけど、まあ一応こっちに展示するのかなって感じです。あとはラジオ放送でやる場合。うちの場合ですと、ですから、典型的なのがステラジですね。ステラジって言って、今生ステって言って生放送でやってますけど、あれじゃなくて、ラジオ放送としてやってた時には、これです。画像をいろいろね、ちょっと下からテロップ出してみたりとか、いろいろやったりね、やったりしてましたけど、そういうような感じのやつが5倍になってきます。で、実際のところ、細かいことを言うと、この4番と5番をミックスさせて、編集して投稿してるっていうのが、一般的にトップ YouTuber さんに焼いてる手法は実は6番のこれになってきます。ですからほぼほぼ皆さんが見てるやつは細かい大内障害ではありますけど、細かい画像を加えたり、エンディングドールを入れてみたりとかね、そういったような、絶対2手も3手もかかってるね、ところが、トップ YouTuber さんね、コムドットさんもそうだ、それを言ったらね、東海オンエアさんもそうだし、フィッシャーさんも結構分が入りますよね。で、ヒカキンさんは、テロップがすごく細かく入りますけどね、やっぱキャッチとかそういった切り込みとかも使ってやってますから。っていうと、一応ほとんどが結局6番にはなってると思います。で、純粋に4番だけでやってるっていうのは意外と少ない。うちはどっちかというと4番がメインでやってるんで、その点ね、やっぱりトップ YouTuber さんの動画と見ると、見劣りがするっていうのはそんなあたりなんですよね。やっぱ手が込め、そこまで込んでないですからね。まあ、これ自覚もありますし、そうしないとですね、変な話、6番ってメリットはそれでな感じすごく見やすいし、トップ YouTuber になるためには、ある意味必須条件なんですけど、簡単に言うと、めちゃくちゃ時間が、それで取られます。ですから、細かい画像とかポポポって入れるだけで、その数秒のために、1時間とか、小1時間とか平気で取られちゃうんで、うちの場合はそこまでちょっとね、集合ともしながらなんでね、変な話、編集にかけれる時間が2時間とか、1本の動画に行くときね、3時間とかね、ほんと5時間とかかけとったら、毎日投稿できなかったりとかっていうのがあるんで、こういうような感じでやってますという感じですね。これなんかは、今回の動画の場合は、一応6番になるの？この動画で撮ったやつもあれですけど、まあでも基本的にはこういった画像とか、これもね、事前に私からね、打ち込んで作ってるわけですからね、そういう意味で言うと、まあ、一応6番になるのかな。やっぱ細かく言うと結局6番にはなるんでしょうけどね。まあただ、ね、そのがっつりやるかどうかっていうところで、一応、あんまがっつりやってないやつはまあ4番のイメージでいいのかなと思います。オープニングとかエンディングだけ入れてるだけとかね、キャッチが入るだけとかだったら4番でいいのかなと思います。まあ実際には結構画像を入れる、私の動画でも結局画像まで入れたりすることがありますからね。過去動画はこんなのがありますよとかね、いろいろことが多いかなという感じで、こういうような分類になりますよというところですね。で、次回からはね、簡単な動画のやつから、まずはね、簡単な動画からやっていきましょうということで、自家動画。まあ、こういう自家投稿、簡単に直接ね、ポンと送るのに自家投稿、ダイレクト投稿とかって言って、編集投稿とかってね、この4から6を編集投稿で、1から3を基本、まあ、1、2までですけど、1、3を、まあ、ダイレクト投稿、自家投稿なんかってね、用意方をしたりすることもありますけど、
っていうような感じで分けて、それぞれまた、ここからはね、実践を交えながらね、やっていきたいなと思いますので、そちらの方も見ていただければと思います。ということでね、この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。